函館戦争時のカズヌーブ、その右からジャン・マルラン軍装、福島時之助、アルテュール・フォルタン軍装、前列左から砲兵隊と踊り、細谷安太郎、ジュールブリュネ隊員、陸軍部業、波松平太郎、田島金太郎アンドレカズヌーブは、フランス陸軍の歌手官で、フランス提出種馬ジ育場付け子町、幕末に、フランス軍事顧問団の一員として来日。 母親戦争が始まると、旧幕府軍を支援して、函館戦争を戦った。来日前に、クリミア戦争のセバストポリの後位戦闘で、戦っている。1867年5月、幕府陸軍の近代化を支援するため派遣された、フランス軍事顧問何より後、馬の輸送のためジュール・ブリュネラの本隊より遅れて、来日した。1868年8月、 軍籍を離脱したブルネと共に、江ノ本武明率いる、旧幕府軍に合流。仙台で、大鳥圭介と再会後、函館戦争に参戦。江戸地上陸後は、正木、江差し攻略に参加し、その後、松前守備隊の軍事顧問に任じられた。1869年4月、正木での戦闘で足かかとを、負傷、5月1日に、軍艦、小江戸ローンで、 ブルネラと共に、戦線離脱し、横浜に戻るが中日行し、マキシミリアンウートレーにより、最後へ追放される。大鳥ケースは、学術は浅かったけれども、特実牧直の性質で、戦地では英敏で臨機の策に長寿すこぶる勇猛で、兵隊に、先知って進軍するという勢いで、松前進軍の時も、しばしば勲功があったと評している。その後、 1871年末までには再度来日し、1873年3月にナポレオン三世が幕府に贈呈したアラビア馬の活用を明治政府に進言している。もともとこのアラビア馬は軍馬の品種改良を意図して贈られたものであり、幕府はその価値をよく理解し、カズヌーブを飼育調教の指導係とし、小金木の将軍の乗馬を育成する区画に厩舎を 立て、飼育する予定であったが、母親戦争で計画が飛んだ、明治政府の首脳には、この意図を理解できる者がおらず、ほとんどが私物化されていた。カズヌーブはこの時点で26頭の内ち種馬9頭の所在を確認しており、残りについても捜索を続けていた。同年4月に、明治政府に出資し、翌1874年6月末から90日程度で、 東北各県等を回る予定だったが、キ路、病に倒れた。10月23日から治療を受け、11月19日には、フランス人ハイブル、医師、松生も到着したが、11月21日午後12時20分か22分、志半ばで、福島県の浪江町で逝去した。明治政府に雇われた時のカズルーブの地位、リューテナンもしくはリュートナンは、 フランス陸軍では注意を差し、陸軍省では注意待遇であった。カズヌーブの遺体は友人のハラフル氏が引き受けた。ありがとうございます。